たくみさん、まりえさん、お二人の倦怠期の乗り越え方を教えてください。ずっと好きでいられるのはなぜですか？倦怠期っていうのが何によって起きてるのかっていうのを分析してみると、私これが足りないんじゃないかなっていうのがわかると思うんですよね。私のケースの場合は、その倦怠期の原因が体力の底つきだったっていう独特の語彙力体力の底つき。その時はやっぱ寝る時間を増やすとか、一人の時間を増やす、うんうん、っていうのをしていくと、ちゃんとあらっていう感じで元に戻っていったような気がする。あらっていう感じで、倦怠期っていう言葉のイメージから想像すると、一人でとか一方的に思ってしまって倦怠期って思っちゃうことがあるんじゃないかなっていうふうに思うので、例えば、うん、ちょっと最近倦怠期じゃありませんっていうふうに。そんなオープン倦怠期あるの？おお、そうだね、とはならんぞ。まず倦怠期を何とかしたいと思えてることが素敵だし、一緒に何とかしようよって言えることがすごい大事かもね。オープン倦怠期をおすすめします。